友人の A、ある分野で成功して超がつくような高級マンションを購入。そこで10年ぐらい暮らしてて、私や B、C もよく遊びに行っていた。A は、バツイチで娘さんがいるんだけど、娘さんも大学を出てから一緒に働くようになっていた。が、その分野も、ウゴのタケノコのように同業者が増えて、10年も経てば逆に淘汰される会社も増えていった。A の店は厳しいなりに頑張ってる様子だったけど、ある時、3人で遊びに行った時に引っ越すからって報告が。もうね、貯金があまりなくなっちゃってさ。高く売れるうちにマンション売っちゃった方がいいと思ってね。どこでもできる仕事だし、実家が空いてるから引っ越すんだって言ってた。あっけらかんと言ってて、もしかしたら多少は無理してるのかもしれないけど、明るい報告で A らしいなと好意的に見ていた。その帰り道のこと、 B があんな立派なマンションに住んでて貯金がないとか笑えるよね、いわゆる都落ちってやつと言って笑った。その発言にはびっくりしたけど、貯金がないを額面通りに受け取るのは違うんじゃないの？ないない言ってもそれなりに持ってると思うよって言ったら、 C もそうそう、ないと言っても多分うちらより持ってるよねって、まあ人んちの懐の話をするのは下品ってことは承知の上だけど、なんとなく B に対してムカついたんだよね。でも B はニヤニヤしながら、貯金がないって本人が言ってたじゃない、ないから慌てて引っ越すんでしょって小馬鹿にするような言い方をした。ああ、この人ずっと A のこと羨ましかったんだなと思ってたらしいが、あのさ、あんたがお金がないって言うと本当にないんだろうけど、 A レベルになったらたとえ5000万貯蓄があっても不安なんだろうと思うよ。あんたの感覚で一緒にしちゃダメダメって最後はリズムつけていった。確かにそうだよな、本当に亡くなってから引っ越したんじゃ遅いだろうし、 B がそれで相当腹が立ったみたいで、そこから別行動で帰っていった。その日に絶縁メールが私と C に届いた。 B を以前と同じような気持ちで付き合えないと思ってたからちょうどいい。